中越人面どうもかけるです。かけるの霊職人ラジオへようこそ。本日もご視聴いただき本当にありがとうございます。このチャンネルでは都内某有名サロンで働くキャリア17年目の現役美容師が美容師の価値観や思考に革命を起こすをテーマに、ビジネス視点から職人力をアップデートするための学びや知識を独自の視点でお届けする、そんな番組となっております。はい、皆さんこんばんは。今日は11月24日ですね。3連休明けの、火曜日ですけど、今日ね僕もサロンワークはちょっと比較的、空いてたかな、ゆったりしてたんですけど、まあ今ちょっと手が空いて、朝から、まあ、お客さんやって手が空いたのでちょっとラジオ配信してたんで、今日テーマ何かというと、自分の強みが分かるストレングスファインダーで才能診断というテーマでお話ししていきたいと思います。ストレングスファインダーって皆さんご存知ですかね。書籍なんですけども、この書籍から、自分の強みや才能を診断することができる本になってて、これ僕3ヶ月ぐらい前かなにやったんですけど、とても、いい内容だったので、ぜひ皆さんに購入してやってほしいなと思ってて、でちなみにあれですね、自分の強みって自分自身で理解してますか？いきなり質問ですけど、まあ、僕自身もやっぱり自分の強みって何だろうって考えた時に、まあ、美容師で髪を切ることと、あとはそれ以外にいろいろね、まあ、動画編集とか自分でやったりとか、デザインとか、まあ、好きで自分でやったりとかするんですけども、意外に美容師以外の強みって何だろうって考えた時になかなかこう言葉にできなくて、まあ、結構ざっくりしてたりしたんですよね。でそんな中で、まあ、この今回の自分の強みが分かるストレングスファインダーの診断をしてみて、まあ、その結果に自分自身もやっぱ気づいてなかった強みや才能に気づくことができて、で意外とそれを知ってからこう自分でビジネスをする上でとか生活する上でもそれが一つの指標になっているんですよね。でもし多分ねこの本を読まないでこの結果を知らなかったら、まあ、自分のことを本当の自分を理解することができなかったし、まあ、今後もそのまま過ごしてたのかなと思うと、本当に、こういうのって知っといてよかったなってすごく感じてます。なのでこのストレングスファインダーは自分の才能だったり強みが分かると同時に、あとは何だろう、内なる自分とこうがっつり向き合うことができるといった点、まあ、そういうことってなかなか普段生活してると自分と向き合う時間でなかなかないと思うんですけども、まあ、そういう向き合うきっかけにもなるので、ぜひ診断してもらいたいなと思ってます。でストレングスファインダーって一体じゃあ何なのかっていうと、これだからさっき言ったように本なんですよね。本屋さん行けば絶対売ってるので、見てほしいんですけども、これはアメリカの会社ギャラップ社というところが開発して、その開発した、まあ、オンラインの才能診断ツールなんですよね。で実際に僕もやったんですけど、177個の質問に答えることで、まあ、自分の才能が導き出されるってものなんですけども、めちゃくちゃ多いですよね、177個。これだから本当にがっつり内なる自分と向き合わないと、全て本当になんか曖昧な答えになっちゃったりとか、ちょっと難しい質問もあったりするので、本当に僕もやった時は30分ぐらいかけてやったかな。結構静かな場所で本当に冷静にというか、すごい深く、ま、なんだろう、思考を落とし込める場所で静かにやりました。それぐらい多分しっかり診断できるものになってるんで、でこれ何診断してるかっていうと、例えば自分の強みの元となる、まあ、普段無意識で繰り返しているこの思考だったり自分の感情だったり普段の行動のパターンから分析する方法で、ストレングスファインダーはまあこう34の資質に分類されていて、その診断結果としてはその34の中から自分に最も適している上位5つの資質を知ることができる内容になってます。なのでまあ今の自分のこの価値観や思考やまあ生活している中でこの感じることを素直に177個の質問に答えていくと、まあ超細かく自分の才能や強みを知ることができるっていうわけなんですよね。でもちろんこの結果が別に全て正しいわけではないと思うんですよ。まあその今置かれている環境だったり、なんだろう、気分とか生活とか自分のキャリアがアップしていくことによってまた答える質問する答えも違ってくると思うんですけど、今の現時点のこう一つの主張にはなるんじゃないかなと思ってて、でしかもこれってこの診断って書籍をまず購入してそれで付録になってるんですね。その付録の中にその行動を入力するコードがあって、それを指定されたサイトでそのコードを入力しないと
この診断というのはできないの でしかも一つの行動で診断できるのは1回だけなんですよ。だからそういった意味でも本当にこの有益で濃い内容になってます。だからなんだろうな、中身診断をいきなりリンクとか貼ってもコードないとできないので、ぜひあの書籍を買ってやってみてほしいなと思ってて、でストレングスファインダーのこの34の資質は実際に本の中には書かれているんですけども、じゃあどれが自分に当てはまるかっていうのは診断をしてみないとわからないので、で、まあ、あとね、さまざまな人が結構これストレングスファインダー結果とかで検索してもらえるとわかるんですけど、さまざまな人がネットなどで自分の上位5つの資質を診断結果として上げてたりとか、まあ、感想を書いてたりするので、そういうのも参考にしてもらえたらなと思います。本当に面白いですよ。で、なんだろうな、このコロナでやっぱり今ね、世界が、まあ、自分の生活する周りの環境が、まあ、変化している今だからこそ、こうやって改めてこう、なんだろう、こういう診断っていうのはすごく大事かなと思って、だから内なるこう自分と向き合うことが大事、まあ、世界が劇的にこの1年で変化した中で、じゃあ自分は今後どういったキャリアを築いていくか、ライフスタイルを築いていくかっていうところをもう一回改めて見つめ直す上でも、自分のじゃあもう一度自分の才能だったり強みって何なのかっていうのを知るってことはすごく大事だと思うので、これは本当にその一つとして超使います。で、じゃあ僕の診断結果、まあ聞いてもあんま分かんないと思うんですけど、上位5つの資質として僕やった時は、一番上に来たのが未来思考で、未来思考の質が高い人っていうのは、まあ、未来と未来にできることを心に描くことで、まあ、ひらめきを得たりとか、で未来についてのビジョンを語ることで人々にエネルギーを与えますみたいな、これが僕一番上でした。で次に僕が来たのは何だろう、達成欲かな、うん、達成欲の資質が高い人は、まあ、並外れたスタミナがあり、旺盛に仕事に取り組みます。で自分が多忙で生産的であることに大きな満足感を得ますっていうのが、あとまあこれだけじゃないんですけど、他にも説明文はめちゃくちゃ書いてあるんで、まあ、今ちょっと端折りましたけども、まあ、こういう感じで、自分の上位5つが分かる。で僕は未来思考、達成欲、あとは戦略性と、あと目標思考で、最後は着想で、着想っていうのは新しいアイデアを考えるのが大好きです、見た目には共通点のない環境に関連性を見出すことができますとか、まあ、こんな感じでね、結構本当に上位5つ自分の中これ出てくるんでグラフで、そうすると、あ、自分はこれに当てはまってるなっていうのが分かると思うんで、で僕は多分ねこの未来思考、達成欲、戦略性、目標思考、着想って感じなんで、だから過去にとらわれず未来に目を向けて、その未来に何か成し遂げたいっていう達成があるっていうのが、自分の強みだったり才能なのかなっていうことで、じゃあそれに対してじゃあどうやってビジネスを回していくとか、ライフスタイルをどうしていくかっていう、こう一つの主張になるので、本当にとてもこのなんだろう、立ち止まった時に振り返ることが常にできるので、本当にストレングスファインダーはおすすめです。であとね、まあなんだろう、本気の壁打ち、こういうやつやるなら、株式会社エッグフォワードさんが提供している変革コーチングなどもあるんですよね。そういうのはあの対話で壁打ちしながら自分の強みを引き出してくれるような会社さんもあるんで、でもそういうのって結構費用が高かったりするので、まず触りとしてやっぱりストレングスファインダーぜひやってみてほしいなと思ってます。まあやったことある人結構多いと思うんですけども、ぜひあのもうこれ聞いてる方でやられてる方で、僕私の上位資質はこれですよみたいなのを、もしよかったらコメントとかもいただけると、なんかねそういうのって資質がなんか似てたりとか一緒だったりするとちょっと嬉しくないですか。だからそういうのもちょっと入れてもらえたら嬉しいなと思います。はい、というわけで今回は自分の強みが分かるストレングスファインダーで才能診断というテーマでお話をさせていただきました。まああのなんだろう、こういうキャリア診断とか才能診断ってネットでね検索すると、まあさまざまなもの出てきますよね。まあ、やられてることある方はいると思うんですけども、まあ、その中でもこのストレングスファインダーは、まあ、より本当に細かく自分の才能だったり強みの分析が知ることができるので、本当にとてもおすすめです。でもちろんあの書籍を購入しないとね、これ受けられない診断なんですけども、まあ、2000円ぐらいですよね本も。で本格的なね本当に自己分析ができると考えたら、まあ、十分に投資してもいい案件だと僕は思いますので、あのぜひストレングスファインダーの診断をして、まあこう内なる自分と向き合う時間の一つのきっかけにしてみてください。はい、というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。このストレングスファインダーの本、あの Amazon のリンク貼っとくんで、そっちも見てみてください。あと本屋さんに立ち寄ったりする機会がありましたら、ぜひ読んでみて、あの読んだ後診断してみて、あの分かった感想とかコメントいただけたらすごく嬉しいですので、ぜひよろしくお願いします。
ろしくお願いします。はい、というわけでかけるでした。いちいちあよいば。